それじゃ来たで。分が悪いっつうか、さっきのベッド取り消していいよな。ここで引いては王の名が泣くのではないか。言ってくれやがる。ほなディーラーはん、とっとと始めてんか。それではおのおの方、手札をオープンしてください。若いの、久しぶりじゃねえか。はは、サザーラント以来か。市電も久しぶりだな。氷の乙女も久しいな。うん？そっちの嬢ちゃんもどっかで見たことあるよ。綺麗どころを引き連れて羨ましいじゃないか。年話もなんだ。よかったらあっちのラウンジに付き合わないか。何やらいろいろ聞きたいこともあるみたいだしな。揃いも揃って情けねえな。この声はアッシュ、ミューゼ、ユーナたちまでどうして。来ちゃいましたようやく見つけたと思ったら、おお、あの時の新顔も混じってやがるな。黒ウサギも久しぶりだ。ははこないなところで何をしとるんや。こちらのセリフかと。あのカードゲームは何やらややこしい状況だな。話は後だろ。習の時間だ。いくつかは質問に答えてやろう。ちなみに前に見せた紫のやつはゼクトールって名前だ。それ以上は守秘義務で話せねえがな。気づいてんだろう、サラ・バレスタイン。北方戦役で敗れ、それでも誇りを捨てきれなかった士兵たち。北の両兵の脱退組だっていうのを。北の両兵？旧ノーザンブリア自治州を本拠とした大規模猟兵団の名前ですね。やっぱりそういうことだったのね、サラさん。おい待てやこら。せっかく3人勝ったのに報酬が名前と陣営だけというのはケチすぎやしないか。守秘義務の完全無視はさすがに勘弁してくれ。今回の報酬としちゃ十分。あてめえ、やはり。だがいい勝負だった。またどこかでな。ほななボンども、機会があればまた相手をしてもらおう。さいい加減にしろ、貴様ら。ああ、あの時ほどトワやジョルジュのありがたみを実感したことは。この気配はリンくんかな。え、そうなの？だったに目をかけられているとはいえ、今日のような行動は首を絞めるだけだぞ。兄さんには分かりません。誰です？私の親戚なんです。旧姓ミハイル・リーベルと私のいとこになります。でも兄さんは10年前にリーベルトの名を捨てました。おば様の母方の姓に変えたんです。彼の父を、私の家族を奪った叔父を私が処刑台へと送り込んだ時から、かもしれませんが、私の家はリーベルト社。もともとセントアーク市にあった楽器メーカーとして知られている会社を営んでいました。私の父が社長で、叔父が副社長。経営は堅実ながらも順調で、親戚一同とても仲が良かったんです。当時まだ珍しかった動力車同士の衝突事故でした。相手の運搬車は盗まれたもので、現場から運転手は逃走しており、結局事件はそのまま未解決の扱いとなってしまいました。私の父と母と弟を奪ったまま、奇跡的に助かった私は叔父の一家に引き取られました。副社長だった叔父は会社経営も引き継いでくれて、そんな叔父たちに感謝しながらも、私はずっと同じことを考えていました。私だけが生き残ってしまったんだろうと。きっかけはそのすぐ後でした。父の遺品を整理しているうちに、ここ数年の帳簿を発見し、それをぼんやり眺めているうちに奇妙なことに気づいたんです。もともとリーベルト社は質のいい楽器を手頃な価格で提供していたメーカーでした。それがありえない原価で巨額の売り上げを出していた箇所が随所に見られて、その意味を解釈しながら他の帳簿もチェックするうちに見えてしまったんです。副社長だった叔父が父の知らぬところでやっていたこと。外国で作らせた大量生産品をそれまでと同じ国内製と偽って莫大な利益を上げる一方、マエストロの作品の贋作を作らせて本物として富裕層に売りつけるといった詐欺以外の何者でもないやり方を。そして父がそれに気づき叔父を正すため動こうとした矢先に事故が起こっていたことを。問い詰めると叔父は驚きつつもあっさり認めました。証拠などない、あったとしても有力貴族を味方につけている。騒いでも無駄だし、逆に一人だけ生き残ったことを疑われるぞ。悔しかったし、何よりも悲しかった。そうして途方に暮れていたところにあの方が現れたんです。君の父上とは士官学校時代の友人だった。気になっていたのだが公務に追われ来るのが遅れたのが悔やまれるな。なぜかあの方は事件の真相を全て知っていました。そして私がそれに気づいたことに驚きつつもこうおっしゃったんです。君のその統合的共感覚というべきか、全体と部分を瞬時に把握する能力はもともとあった先天的なものが事故で現れたと考えるべきだろう。この件私自身の手で裁こうと思ったが気が変わった。君のその能力を生かす形で両親と弟の敵を討つつもりはないか。私は恐れ迷いました。でも父と母の何よりも宝物のように大切だった弟の笑顔がどうしても離れなくて、私は閣下のアドバイスに従いつつ叔父の罪を立証するあらゆる証拠を集めていったんです。背景、動機、隠蔽工作、実行犯、司法当局が握りつぶせないありとあらゆる揺るぎない証拠を。図工の耳にも入り、叔父と結託した貴族も手を引き、厳正かつ厳格な裁きが行われ、叔父には極刑が下されました。代償として私は家族と故郷を失いました。取り戻した会社の経営権をフル株の社員の方に譲渡したんです。閣下に勧められた帝都近郊にある皇族ゆかりの伝統的な士官学校、ドールズ士官学院に入学するために。鉄道憲兵隊に入ったことは空前でしたけど、先輩として同僚としていつも助けられています。ですが私にその価値があるとは思えないんです。憎悪に取りつかれ一切の慈悲もなく叔父を極刑に追いやった。10年前大好きだったおばさんや兄さん、いとこの子は私を罵りました。それだけのことをしたし、今でも憎まれていると思います。するとあなたのことを弟と重ねることがありました。エミルと言います。生きていたらちょうどあなたと同い年だったんですよ。話を聞いてくださって。でも今夜をもってリーンさんを弟と重ねるのはやめることにします。弟にもあなたにも失礼でしょうから。